宮城県志津川高等学校は、宮城県南三陸町志津川字真ったてにある県立高等学校。略称は、志高。通常1学年4クラスから編成されている。校訓は、信、和、高し。本校の教育方針は、校訓のもと、知性を磨いて、真理を探求し、自他を敬愛できる寛容と協和の心を持った、誠実で愛情豊かな人材の育成を目指す。1996年度より、学科改編を行い商業科を情報ビジネス科に改編し、普通科にも大規模な類型選択制を取り入れた。さらに2003年度から、南三陸町内の4つの中学校、戸倉中学校、宇達中学校との間で、県内初の地域連携型中高一貫教育を開始した。三校三派の推移は創立以来の校訓、神話系を指し、これを中央の円、すなわち朝日に結びつけ、そのまろやかさ、平和、姿勢をも合わせ具現せんとの考えを表したもの。情報処理及び経営に関する知識と技術を習得し、産業や経済の変化に幅広く対応でき、ビジネスに関する情報を適切に処理する能力と態度を育てることを目標とする。2年次より情報システム類、ビジネス会計類の2類型に分かれる。専門的な資格の習得や民間企業への就職、専門学校への進学が期待されている。情報ビジネス科は通常1組が該当クラスになり、3年間クラス替えがない。1年次は全員同一科目を履修するが、2年次より、教養類、分離類の2類型に分かれる。教養類は、一般企業への就職や、家業などを目指す類型であり、分離類は4年制大学、短期大学、高等看護学校などの進学を目指す類型である。3年次には、教養類は、教養系と生活系、分離類は、文系と理系に分かれ、それぞれの分野で、将来の進路に向けた具体的な学習を行う。1年次、2年次、3年次。情報ビジネス卒業、就職など。普通科分離文系卒業、進学など。理系卒業、進学など。教養系卒業、就職など。生活系卒業、就職など。現在使用されている、まったて校舎は、上空から見ると、カタカナの絵の形をしている。左上部端が独立しており、その部分が分離類にあたる2年4組と3年4組の専用校舎である。現在の校舎は1970年に旧校舎である上野山校舎より移転、以後分離類校舎である西校舎が1977年に増築され現在の形の校舎となった。昇降口近くにかつては、町内の松原公園にあった地理より、地理津波30周年記念の友好の証として、寄贈されたモアイ像が鎮座している。これは2011年に発生した東日本大震災における津波によって台座などが破損したものの、同公園内で頭部が見つかったため移設された。1948年から1967年まで設置されていた。夜間定時制の宇達分校校舎は、現在も町内の宇達中学校の隣に南三陸町民族資料館として再利用され、現存している。初代校長の名前にちなんだ、尾形杯という1年間を通したいわば、ペナントレースのようなイベントがある。合唱コンクール、体育祭、文化祭、マラソン大会の4つの行事において優勝なら10点。2位なら5点というように、それぞれ加点していき、最後の行事である、マラソン大会終了時に総合点を競う。優勝したクラスには、青銅のトロフィーが授与される。ありがとうございます。